はい、こんにちは。シノモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介いたしますのは、川崎 ZRX2 のご紹介です。こちらですね、カスタムポイント、セパレートハンドルにですね、レーシングカラー、そしてアンダーカールにバックステップなどですね、細かいところもカスタム済みの1台となっています。コンディションも非常にいい1台です。早速ご紹介の方させていただきます。はい、まずフロント周りです。ヘッドライトはですね、マーシャルイエローレンズ装備です。大きなレンズ割れ、こういったものももちろんございません。ウインカーはですね、スモークウインカーにカスタム済みですね。レンズ割れなどもない状態となっております。フロントフォークです。大きなにじみ漏れ、こういったものももちろんない状態ですね。サビ腐食も非常に出てない状態で綺麗な状態です。はい、フロントフェンダーです。こちらはですね、グレーにペイント済みですね。ボディ同色ですね。大きな点灯傷割れもちろんございません。ではフロントホイール周りいきます。はい、こちらはですね、ブラックホイール、大きなガリ傷曲がりもちろんございません。キャリパー固着などもね、ない状態となっております。はい、エンジン周りですね。はい、エンジン周り、ヘッドカラーのオイルにじみ、各所オイル漏れ等ももちろんございません。キャブレーターカーのガソリン漏れ、こういったものもない状態となっております。ポイントカバーですね、少し削れありますけどね、大きな割れ、こういったものにね、ございませんので支障はなさそうですね。クラッチカバーとも綺麗な状態です。マフラーのですね、液パイの部分はチタンのものをね、採用しております。非常に綺麗な焼き色ついてますね。アンダーカール装備ですね。はい、サイドカバー割れ、こういったものももちろんございません。 ZRX のロゴ入りですね。そしてシルバーのバックステップ装備です。大きな削れ、曲がり、こういったものももちろんございません。そしてマフラーです。マフラーはですね、レーシングマフラー装備ですね。後ほど音の方はご紹介させていただきます。はい、リアホイール周りですね、ブラックホイール、大きなガリ傷曲がりもちろんございません。テール周りいきます。フェンダーレスキットにスモークインカーですね。スッキリとした仕上がりとなっております。シートです。タックロールシートです。前後ろともに大きな切れや破れもちろんございません。タンク周りですね、カラーリングはグレーの一色のりソリッドカラーですね。こちらも大きな点灯傷、へこみもちろんない状態となっております。はい、タンク内です。はい、タンク内も大きなサビ腐食出ておりません。ではエンジンの方ですね、始動していきたいと思います。でしたでしょうか。ぜひですね、高速領域でですね、突き抜けるようなレーシングサウンドをお楽しみいただければと思います。とてもおすすめの1台です。皆様のお問い合わせお待ちしております。